デンマーククローネ、デンマーククローネ、デンマーク語、ダンスッククローネは、デンマークの通貨である。クローネとは王冠を意味する言葉であり、スウェーデン通貨のクローナも、同じ意味である。ISO4217 でのコードは、デンマーククローネ、補助通貨単位は、オーレ、ア、1クローネは100オーレであり、1クローネの対円レートは、おおむね20円程度で推移している。内的には、 kr と略記される。dkr や dkr は公式なものではない。クローネという通貨名称はノルウェーでも使用されており、ノルウェークローネ、かつてはドイツ諸公国でも使用されていた。また英語読みのクラウンもイギリスをはじめ各国の通貨単位となっていた。1983年にはデビットカードによる電子決済システムダンコートが公開されており、 2015年までに発行枚数は通算580万枚、公式発表では2015年の1枚あたりの平均決済回数は209回出る。大規模なマーケットストアのチェーン店のみでなく、個人商店など、デンマークに存在する店舗のほぼ全てで使用できるため、成人しているデンマーク国籍保有者のほぼ全員がダノートを所有していると言われている。デンマークでは、 世界でも早い時期から断交とのような電子決済が定着しており、政府がキャッシュレス社会に向けて動いていることもあって、電子決済による取引が著しく普及し、現金による取引の方が稀になり、2017年現在のデンマークでの現金決済比率は10%以下となっている。デンマーク国内の造幣局はすでに閉鎖され、硬貨や紙幣は外国で委託製造されている。 2016年5月には、フィンランド企業のミントオブフィンランドを、高価の鋳造委託先に、2018年2月には、フランス企業、オバトゥール・フィドシュワールを、紙幣の印刷委託先に決定している。それゆえ現金の廃止が秒読みであるかのように、報道されることもしばしばあるが、デンマーク中央銀行によると、現在のところ現金の完全廃止の予定はなく、 デンマーク政府の方針としてはそれには慎重である。年配の世代や観光客、さらには視覚障害者などの社会的弱者などには一定の現金の需要があるからである。スウェーデンクローナスウェーデンのキャッシュレス化も参照。クローネは1873年に法定通貨として導入され、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーの三国はこのクローネ通貨で統一した。 金本位制のスカンジナビア通貨同盟を発足させた。当時のクローネの金陛下は、純金1グラムイコール2.48クローネ、1クローネイコール純金0.40323グラム、であったが、この通貨同盟は、第一次世界大戦後に崩壊した。しかし通貨同盟崩壊後もデンマーク、ノルウェー、スウェーデンともにそのままの通貨名を継続して、現在に至っている。また、 ノルウェーは EU 非加盟国であるが、デンマークもスウェーデンも独自通貨を維持している。フェロー諸島では独自のモチーフを使ったフェロークローネ紙幣が発行されているが、効果についてはデンマークのものがそのまま使用されている。欧州にユーロが導入される前のクローネはドイツマルクとリンクさせて常に安定を保っていた。後に、 他の欧州連合の諸国にユーロが導入される時点で、デンマークも同様にユーロを導入する予定であったが、2000年に行われた国民投票で、クローネへの愛着からユーロ導入の法案は、否決された。これは、国民の中にドイツやフランスなどの強国の主導権を嫌ったことも、その要因の一つである。その後2004年に再度ユーロ導入の是非を、 国民投票に諮ったが、この時も法案は否決された。2008年10月、金融危機を契機として、再びユーロ導入の是非を国民投票によって問うこととな。この時の国民投票では53.1%がユーロ導入に反対した。しかしその後、デンマーク政府は2011年にも国民投票の再実施を検討している。しかし、 デンマークのトーニング・シミット首相は後に自国通貨の適用除外、オプトアウトに関する国民投票の約束を取り下げている。2013年5月16日のストックホルムのインタビューにおいて、トーニング・シミット首相は現政権下では非現実的だと述べ、2015から19年に見込まれる磁期政権下でも国民投票実施の選択肢を協議することには、 意味がないと思うとした。欧州債務危機において、デンマークは他の北欧諸国と共に資金の避難先となっていたが、これについて、トーニング・シミット首相は、ユーロ導入を意図的に見合わせるというデンマークの選択によって、デンマークが守られたのだという考えを示した。しかし、ユーロ圏にいずれかの時点で加わる是非については、協議を続けるとも述べている。2014年現在、 デンマーククローネはヨーロッパ為替相場メカニズムの下でユーロプラスマイナス2.25の変動幅をもってペックしている。なお、通常はプラスマイナス15%の変動幅でのユーロへのペックがされており、デンマーククローネは通常よりも小さい変動幅の中でのペックとなっている。ERM2 への参加はユーロ参加への全段階として求められているものであり、 トーニング・シミット首相がユーロ圏にいずれかの時点で加わる是非については協議を続けるとも述べている通りユーロ導入の可能性は不明瞭であるものの可能性がないわけではないこの国の効果は日本の5円効果50円効果やノルウェーの効果と同様に先進諸国では珍しい穴開きの効果が見られる伝統的に表面は 国王の肖像化モノグラムが使用されている。通常貨幣の他に、最近は、東シリーズ、童話シリーズ、北極シリーズ、船シリーズなどのテーマ貨幣が発行されている。また、王室の刑事などで、しばしば記念貨幣も発行される。これらのテーマ貨幣、記念貨幣は、金貨、銀貨として、コレクション用に発行される効果のほか 通常の効果と同じ素材で流通用に発行される10及び20クローネ効果がある。現行の効果は次の通り、この国の紙幣はかつては農業や漁業を象徴する牧歌的なデザインのものが中心であったが、現状の知性とともにイエンスユール作の女性肖像を使ったパステルカラーのもの変更された。このシリーズ72紙幣では最高額面の線。 クローネ紙幣が初めて発行されたが、この紙幣には用紙に日本のチョやミツマ股といった和紙の原料を混ぜた用紙が使われていた。その後1997年からはセキュリティ対策を強化した現行の紙幣が発行され、流通している。このシリーズ97の各紙幣には特定の認識マークで複製を防止するユーリオンといわれる図案が裏に採用されている。 このシリーズ97紙幣は50、100、200、500、1000クローネの5種類でシリーズ72紙幣にあった10、20クローネ紙幣は高価に変更されたので発行されなかった。その代わりに200クローネ紙幣が新たな額面の紙幣として最初に発行された。デンマークやノルウェーでは工学紙幣はあまり流通しておらず、 特にセンクローネ紙幣は旅行者が手にすることはもちろん、現地の人々も滅多に手にすることのない紙幣である。シリーズ97紙幣は、氷河、近代文化人の肖像、裏は、デンマーク国内の教会にある石像のレリーフに統一され、額面が上がるにつれて10ミリメートルずつ、長さが長くなっている。その後、各紙幣ともにさらにセキュリティ対策を高めた。 改訂版が2002年後半から順次発行された。これらは図案そのものに変更はないが、紫外線発行インクによるモチーフの印刷、ホログラムパッチの付加などが主な改良点である。デンマーク国立銀行では偽造が一層困難といわれる新しい紙幣を発行することになり、2009年からこれらを順次発行してきたが、2011年5月の線 クローネ紙幣の発行で、すべての剣手の紙幣の置き換えが完了した。この新しいシリーズ2009紙幣のデザインは、デンマーク国内の橋をモチーフとした風景になり、裏は出土品。これまでのような人物の肖像は使用されていない。これは多分にユーロ紙幣を意識してのことだと思われる。前回は改札まで25年が経過していたが、今回は12年での改札となる。 五十クローネ紙幣が二千九年八月十一日に、百クローネ紙幣が二千十年五月四日に、二百クローネ紙幣が二千十年十月十九日に発行され、ついで五百クローネ二千十一年二月十五日、千クローネ二千十一年五月二十四日の順に発行された。シリーズ二千九紙幣の偽造対策としては、ユーリオン模様、マイクロ文字、 紫外線反応インク、インタリオ印刷、安全線、クロスカシなど従来の対策に加え、新たにスレッドウィンドウというものが設けられた。これは、これまで各国で行われてきた薄い金属の細体を紙にすき込んで、その一部を紙幣表面に窓状に表したものと似ているが、この紙幣の細体は樹脂製でかまぼこ型レンズを使った 3D 画像のように、 中に描かれた波形の模様が紙幣を傾けると、その向きと直角の方向に、つまり、紙幣を左右に傾けると模様は上下、紙幣を上下に傾けると左右にアニメーションする非常に高度な技術を用いたものである。ホログラムで文字がアニメーションするのは、スイスの紙幣にも見受けられるが、このようなスレッド自体に複雑な仕組みを施したものを採用している国は少なく、 スウェーデンの新鮮クローナ紙幣や韓国の5万ウォン紙幣など数例があるのみで非常に珍しい。新たに発行されるアメリカの新100ドル紙幣にもこの技術が採用される予定である。デンマークの紙幣印刷機には黄範印刷のインクをすぐに乾燥させる装置を具備しているのでインタリオ印刷などの黄範部分が非常にクリアに仕上がっている。また紙幣には 用紙の耐久性を高める目的で表面にある種の樹脂を塗布しているため表面に独特の光沢感が見られる。なお、この国の紙幣は1945年以降に発行されたものは全て法的に有効である。過去の紙幣には光の速さを測定したオーレレーマーや電流の磁気作用を発見したエルステッド文学者で 童話作家のアンデルセンなどの肖像が用いられていた。タイトル化はセレート、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。